皆さんこんにちは、レアパピです。奥多摩駅にスタッフさんに来てって言われて来たんですけど、ここが奥多摩駅でございます。じゃじゃーん、こんな感じです。奥多摩駅なんですけど、あれ見えてる？見えた。まだ企画内容を教えていただいてないので、何か聞いていきたいと思います。超眩しいです。どっから見たらいいのかわからないぐらい眩しい。誰かいますよ。ヤッホーさっちゃん。ヤッホーでございます。おはようございます。なんだ、驚く強くしたら、そう、驚く強くしたら声が聞こえました。あ、そうか、だんだん寂しいですね、めっちゃ奥多摩駅来ました。なんで奥多摩駅、ごめんなさい、なんで奥多摩駅に集められたんだろう。私も知らないんだけど、初めて来たよね、はい、そう。何をするのか、今日はこれを。あ、お、何これ、鍵。あ、じゃあ鍵がなんかヒントみたいな。じゃあ中に何か入ってるんですか。そういうことか。なんか宝探しみたいにね。探していきます。ゴーポップティーン TV。 ロッカー探しましょう。ロッカーをね、ロッカー、多分ロッカーの先だと思うんだ。うんうん、探します。探します。逆光ですよね、これ多分。あ、こちら、まあ、いいか、鍵でわかるんですよ、うん、確かに。うん、すごい、でもなんかこんなに自由な行動なんだよね。なんかすごい、こうなんか旅番組みたいな、なんか、ぶらり旅みたいな、ね、あ、あった、ありました。あ、あるか、ロッカーがありました。ありました。開けちゃうよね。開けちゃいます。5番。なんか見たことない。やばい。髪が。皆さんこんにちは。まずはこれに着替えてください。え、あれが言ってるってことでしょ。ちょっとこれなんか見覚えがありますね。ひろきちくんが被ってたような。え、鬼滅の鬼滅セットが入ってます。超好きなんですよ、橋平伊之助の。もうグッズを買うぐらい大阪行ってグッズを買いに来たんですよ、大阪に。そんぐらい大好きです。あ、ちなみにこれもキャラクターです。一番好きですね。善逸です。禰豆子です。みつみちゃんです。伊之助です。イエーイ。やばやばいよな、ね、この頭だけっていうのもない。いやいや、まあ、ゆっくり会えたら。何してんの。本当にやばい。奥多摩駅で鬼滅の格好といえば何かピンとくる人はいますか。分かります。全然分かんない。奥多摩駅の先にある雲取山というところが主人公の炭治郎と禰豆子が生まれ育ったお家のある山と言われています。聖地巡礼ですか。そうです、正解です。今回の企画は鬼滅の刃のコスプレをして鬼滅の聖地を巡ろうです。おー、すごい。それ以外もありまして、タカクちゃんが以前罰ゲームで山を登ろうという話になりましたね、はい、ありました。それも兼ねてます。おー、なんか皆さんは完全に巻き込まれです。面白いね、これは。今日修行ってことなんじゃん。そうですね、みんなで一緒に山登りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。登山ガイドの松浦です。登りですね、あそこに鴨沢登山口、あー、本当に山って書いてあるんですけど、あそこから入ってきます、はい、じゃあ行きますか。行きますか。え、もう急な坂すぎてやばい。え、みきゃん、山登り経験はありますか。あります。ないです。あ、そうです。ある人が2人で、ない人が2人でね。おお、ないから超楽しみ。あ、でもなんか、もうあと私たち何してんの。本当に
なんかそうです。え、あ、何ですか？あ、こっちじゃない？え、雲取り急に。いやー、え、やばい。坂やばすぎる。頑張ろう。頑張ります。頑張ろう。よし。おお。あ、こんなに急だ。私たちは鬼を退治倒しに行くんだ。鬼が上にいるんだ。ラスボスが、無惨が。鬼滅見てる？ヒロキチ君。めちゃめちゃ見てます。おアニメ見ました。アニメ見て、で最近 の、 あの映画を見ました。俺アニメ知らないのに映画見てハマったの。すごいな、映画わかりました。なんとあれアニメ知らなくても映画から全然入り込める。すげえ、綺麗だ。あ、すごい。あ、ちょっとなんか緩やかな坂になってきた。よし、湖みたいな。すごい。やばい。熱いっしょ。熱いしょ、重い。めちゃめちゃ熱いんだけど、今。暑かったら、水分補給して。はい。一旦、ちょっと、今ここ、スペースあるんで。さっきから飲んでなかった。うん、もう心臓なんだ。いや、かなりこれ。熱い。かなりきつい。今だけだと思う。これ、あそこまで行って、ちょっと。おー。いいね。鬼滅の聖地プログラム。いやー、あると思うんで、はい、探しながら行きましょう、それは。はい。それが超楽しみ。さあ、行きましょう。これやばいですね。シンプルにやばい。宮崎さん余裕ですね、多分。まだ余裕。まだ全然ね。でも多分もう途中から死にます。ここから林の中に入ってきます。あ、よし、行きますか。行きますか。行こう。あ、そう。あ、結構かなり。え、なんかぶつかりましたら落ちそうな。見てください。すげえ、山っぽくなってきましたね。え、すごい。結構違いますね。山っぽくなってきましたね、これ。もう落ちたら終わりやん。落ちたら本当に落ちるんで。本当に落ちる。あ、結構ね。いや、こういうのやりたかった。すごい楽しい。5度ぐらい違ってます、うん、急に気温変わったね。みんな元気、みんな元気。アップだよ、アップ。これも上から落ちてるんですか。これすげえ。今日はあんまそういう心配ないけど、雨の日とかなんかはこの岩がゴロゴロ転がってきたりとか。あるの？怖い。上から登山って意外と怖いですね。怖い。元気。大丈夫、過酷でした。もうちょっと穏やかな感じ。大丈夫か。一旦左入ったら水飲むかなんかしましょうか。うん、少し休憩します。うん、はい。確かにこれ怒られるのかな。僕が左に行きます。大丈夫か。あ、落ちそう。これ俺から。
そうっすよね。ゆっくりほら、このでっかいなね、もみの。よいしょ。何の手は自然の足痛い。次は人間が動く。そうそう、これ正殿とこ並んでる。じゃあ進みますね。何回見ても笑えるの。どうですか。やめても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 やめ気持ちわかりますか、はい、あ、気持ちわかりますね、これ。あ、私かぶってみたら、うん、確かにね。いそうでも似合う。似合う。猪之助は。猪之助で。あれ、ワンチャン炭治郎の絵じゃないですか、あれ。あ、違うかな。ちょっとっぽくない？え、これワンチャンあるぞ、これ。すげえ。でも本当にモチーフにしたって書いてあったから。すごい。登山道の裏にある、はい、まあ、廃屋っていうのがこういう。これやんね。でもスピードイズで1個早い。じゃあこれじゃん。すげえ。いや、気分的にやっぱ最高っすね、やっぱ。これ見られたのすごいっすね。うん、いや、めちゃめちゃなんか臨場感を気持ちのところに。楽しくなってきましたね、うん、表情が変わってきた。さっきは元気がある。最終日からね、頂上はまだまだこの先々ですね。時間がね、日が短くて、ちょっと暗くなってきましたよね。うん、後ろに見えてるあの山のもうちょっと左の方の奥に山頂があるんで、はい。まあ、ただちょっと今日はね難しいかなっていう感じで。じゃあ半分ぐらい来たんじゃない。半分ぐらい来たのかな。すごい。猪之助と善逸がそれぞれ女の子に向かってキュンキュンセリフを言ってもらいます。はい、どっちが良かったかは2人で相談して決めてください。女の子、うん、得意ですか、キュン対決は。まあ、今までちょっとポップティーンやってきたんで、もう自信あります。そうですね。全然自信ないです。どうしよう。なんかイメージがいい。はい。バーッと行ったらいいでしょ。グーの人。じゃあ、パー、グーどうしか。うん、です。あ、はい、グーか。グーはグーだ。はい。じゃあ行きますよ。よーい。スタート。一応の通信、一応の通信、早く行くぞ。今日体調悪いの。うん、今日元気ないけど大丈夫大丈夫、うん、あ、でもまあ最後の方結構さ、うん、いい感じだったよ、うん、まあとりあえずいいから俺についてこい。なんだその言い合わせは。いいね。大成功、大成功。いいじゃないですか。じゃあいいですか。はい。はい。スタート。みつみちゃん、ちょっと待ってよ。怖いですよ。これからもずっと一緒にいようね。大好き。いやでしょ。これが大丈夫なんか。よかった、よかった。イエーイ。イエーイ。そうか、結構役になりそう。一番なりきった。よかった。せーの、リアパピー。やった。え、どういうこと？
仕事やっぱバックハグっていうのがすごいドキッとするのかなって思った。あ確かに、うん、確かに、うん、いやでもどっちもね、うん、よかったですね、うん、うんうん役になりきってて。確かそうですねリベンジして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 リベンジします私の罰ゲームなのに本当に皆さん申し訳ないんですけどみんなで鬼滅の刃で登山できて、ねうん、なんて言うんだろうやったことないことだったので、ねうん、すごい楽しかったです。ありがとうございました、うん、私たちだけですよねこんなコスプレしてコスプレして登山するっていうのが初めてだったからすごい、なんかすごい気持ちまでなんか入れた気がします、うんうん、はい。コスプレしてなんか山登るってマジでないじゃないですか。うん。やっぱポップティーン最高。おお最高。いきます。はい。雷の呼吸1の方。一撃一閃。